どうもボビーアトレザーのボビーです、えー、今日はですね、えー、10月29日、えー、58回目,、ね、8回目の配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ ボビー・アートレザーのボビーです。えー、大阪のですね、えー、ボビー・アートレザーのアトリエからですね、えー、生配信でお届けしております。ねしばらくお付き合いください。えー、そうですね、えー、もう五十八回目ですけどね、えー、まあいろいろまあほとんどおこのアトリエにね過ごす時間があ多いんですけどね。うん。今日もおね朝四時ぐらいからですね。 なんかずっとここで、えー、ぐらぐらしてますね、うん、でですね、えー、今日は何をお話ししようかなと思ったんですけどねまあ,あまあ趣味っていうかあのマイブーム、ねえー、そういう話をですね、えー、緩くねしてみたいなと思いますそうですね、えー、まあいろいろあるんですけどねまあ,あのレザークラフトっていうのはね最高の趣味やと思いますねうん。 あのというかあシルバー制作とかね、うん、まあまあ僕の場合はですね、えー、これがですねなりわいなんですね、えー、まあこれを趣味と言ってはいいのかどうかなんですけどもまあそれをまあ置いてみてそれはまあ横に置いといてあとなんか夢中になってることっていうか、まあ、まあ今ハマってるもんとかね、えー、そういう話をちょっとしてみましょうかねハマってるもん、ねえー、割とね。 今ふっと振り返ったら割とあのー、結構ハマってるかなと自分で思うのですよね、えー、今日はまあ第1弾2弾といろいろね話しようかなと思います、えー、まずですね、えー、カメラですねあカメラ写真機ねえ黒、ー、物家電ですよねえー、これあのー、これね トイカメラってね、あの、ロモ、ロモですよ。うん、これ、えー、っと、うん。こんな感じでね。こうやって撮るわけですよ。ね、なんか見た目が、可愛いな、と思って、あの、ついついね、あの。サイトで当時見つけてね、ええー。これ、可愛いなー、なんか懐かしいな、と思って、なん、なんかね。うん、それでですね、ええー、フィルムを久しぶりに買ってですね、と、もう、もう、十年以上前の話だけど。で、フィルムを入れて。こう、これ、まあ、あの。 オー,トフォーオートフォーカスなんかどうかだけど、あのけど80センチのとこぐらいのとこでねものを撮ったらあのピントがおてカシャッとかね、えー、1.5メートル大体1.5メートル離れたところで撮ったらそこにピントが合うよっていう、まあ、大きいピンみたいな感じでね、うん、であとこ3メートルとか無限大とかあるんですよ僕らが学生の頃大学の頃もようけカメラ まけんかデートとか何かのどっかみんなで旅行行こう旅行は行ってないな, <laughs> なんかどっか行くとかね誰かがカメラでいいなと思っててあ最初カメラが欲しいなと思ったのはあ,あれですよあのー、88年かな1988年ですね一人旅に出たんですねギターブロ下げて、あのー、北海道の方行きましたね。 その時ですねやっぱりこう旅してる人と出会うわけですよ。僕はあの駅前でジャカジャャカカこう歌ってるわけでしょだからね、えー、その時はバイカーですよねライダー言うかな、えー、バイカー言うかライダーかな、あのー、いろんな種類のねモトクロとかもあり、えー、ものすごいオンロードのでかいやつとかね いろんな、単、え、車、ー、をね、えー、乗ってこう回ってる方がいましてね、今でも、お、付き合いは <laughs>、濃く、あ、りますね。うん。やっぱりね、みんな、その時共通してたのが、全員カメラを持ってたんですね。あのー、で、やっぱこう朝早起きて撮りに行ったりとかしてるわけですよ。で、僕もその時カメラ一応、まあ持って行ってたんですけど、で、その時に思ったのが、三脚がいるなと。うん。 あの自分で自分がと撮れないし、まああのまあ、こういうカメラもそうやけどこ,こういう自撮りがしたら、まあ、100%ピンボケなんでね、うんあのー、当時ねあのフィルムとね、えー、僕らもレンズとかも別にこんなくっついたもの,のこういう,うカメラだったんでね、うんで。それを思い出して何個か まあ今手元にないということはまあ壊れちゃったんですよねやっぱり、うん、壊れるまでやっぱりこう使う,とうかほんまに壊れたねと思いますわもうあのうんともすんとも言わんいようなで意外にねこれとかはねそういう風ながないから壊れてないですねうんまあまああの家族写真は全部ほぼほぼこのロモね LCA LC まあこれプラスっていうやつなんですけど これにです、ねえー、撮ってあの家族の写真はあこ、ね、フィルムカメラで残してるんですね、えー、ほとんどあのドリーミーなっていうかいい意味で言ったらドリーミーなあのピントの甘いあの写真のお量産してましたね、はい、それとですね、えー、これを使ってですねそういえば実家に僕はあ小島なんですけどね実家にこんなようなようなカメラが。 あっったなあと思ってでいろいろ行さんカメラあ,るあったんやけど親父の道楽でねでこう僕は高校の頃に、あのー、みんなでみんなでっていうかグループでですね、えー、と友達のとね「かんかけ」っていうところがあるんですけど「神んかまで遠足に行こうでその時に持っていったカメラがこ,これなんですねこのオリンパスの。お ね、えー、XA っていうですね XA、うん、これは初代ですよいま、うん、だにこうデザインが大好きですねいまだに、うん、これがデジカメやったら欲しいなと思うぐらい、えー、一番好きな形ですねうん、あのー、まあまあこれストロボをつけてるんでちょっと大きいですけど、あのー、ほんまにこうコンパクトでねもうあのカバーもいらんし、うん、まあプラスチックやろうけどね んあのこれもねこれねフィルムこれもあのさっきのロマンみたいにくる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 う自動巻きじゃなし自分で巻かなかったやつね取り終わって行ってもうたなと思ったらちゃんとこうカパッとやってねこう,こうやってこう <laughs> 巻いてねでまあこれで、えー、ピンボケ写真を量産した記憶がありますねだけどこれはですね一応ピントが、えー、合うようにですねこうなんかこう。 なんか二重像こういう感じでこうこう,こうねそれがピタッと覆うた時はピントが置いてるんやなと思ってパシャッととりあえず撮ってて、えー、これはいまだに愛すべき手放せない、ね、カメラですけどね、まあ、中古でも二足三本で売ってると思いますけどね、うん、でなかなかこれもこれやっぱりロモよりは。 こっちのカメラよりはやっぱりもうずんずんあのこっちの方があの古いカメラなんやけどあの抜群にりがいいですね、うんこ。これも家族写真ではね、えー、これはセーフタイマーもついてますしね、うんあのー、これでね、あのー、思い出写真は <laughs> あ,のありますね。 でまあ、あのそこから、まあ、デジカメをですね、えー、何個か買って初めて買ったのがファインピックスっていう,いう,う,う富士かな、うん、でちょうどカメラっぽいようなあのデザインやったんですよなんか200万画素ぐらいになったからって買ったかなスマートメディア入れてね、うん、それで撮ってで、まあ、そこからですね、えーまあ、やっぱ壊れて <laughs> やっぱ電子系のやつはちょっとやっぱりあの そういうところがねやっぱり弱いですね、うん、まあ創世紀っていうかね、まあ、あの2000年ぐらいやったんちゃうかないまく家にあるぐらいだったからであとこれですよこれいまだに現役で、えー、これまあまあまあボロボロですけどね皮張ってますけどねもうねこれこれもデジカメでね、えー、GR デジタルっていうですね、えー、デジタル3、うん、これをですね、えー、これいまだに、えー、ブログではね、えー、使ってますね、えー、あの1センチぐらいまで寄れるんでね あの細かいなんかほらちっちゃい部品とかこれあとおこれがですね27にか28ぐらいかなちょっとあの広角寄りなやつなんですよねカメラがねうんまあこういう多分これねみんな見ても川のことじゃないやないかって言われるかもしれないけどもうちょっと今日はお付き合いください <laughs>。でこれですねえ今でもですね,えね現役でねこれでピピってやってね あのー、ほとんどまああのー、拙者というかあそこれでまああのー、価格も広いんで狭いところでねあっ毎度ねこれ狭いところで撮れるんでね、えーあのー、これはあのー、撮りまくってますねもうこれ10年選手ですけどね、えー、まあ壊れることもなくうまあ望遠とかあのズームとかはないんやけど、うん、それなりになんかいいカメラなんです、ねまあ、当時あのー あの携帯電話もそんなカメラの性能もいまいちあったし、えー、それこそドリ,ドリーミーなあー、ね、写真やったからやっぱりあの携帯電話、まあ、当時僕はほぼほぼピッチの時代がなかったんですけど PHS のねであとまあウォークマンとおこれとあのカメラは必ずね、えー、カバンに入れてましたね。ま、えー、まあ、まあ 正直これもう一台買い替えたいなという気分でおるんやけどお、ね、おこれはただ僕の場合ま,まあ,あのまあこれ当時ね買ったのはまだ40代30代ぐらいですよ。えー、今はですねだんだんですねあらがえないというかこの液晶画面ってあるじゃないですかこの液晶画面ね。これがあのピッとピントが合うかなっていう感じが。 ちょっとあの <laughs> 判断しづらいんですよねあのこのおなんていうんですか、うん、あねえほんまにあちょっと馬場君ありがとう馬場君この間あ,ありがとう見てくれよねありがとう毎度、うん、いいね GR 何やろ、ね、一緒に行ったなあの夏の蜂月ついたんちゃったあのあの服部緑地だったっけ ねえあの,あこの,ラ,あのライブイベントを写真撮ったなあ思ってこ結構ねこれ,こ,れこれ勝ったばっかりの時に <laughs> 二人で行ったなと思ってねうんそうあっバあの土曜日のね僕はアーカイブで見たけど、うんえー、ビリー・ジョエルマラソンじゃないわビリ,もうマビリー・ジョエルマラソンのあれもほんと結構曲が増えたねあビリー・ジョエルのナンバーを 2, 2時間ぶっ通し <laughs> 最高やなあれ <laughs> 伝説になるよあのライブはうん ね、あのライブは伝説になるあの皆さん見てください健次郎ドットフームってあの,あの入れてですねでまあ YouTube チャンネルで、えー、み見てみてくださいあのあ、ー、あご視聴 <laughs> ありがとうあれはすごいなあのビリー・ジョイルをまああんまり詳しくないわけですねほとんど馬場君の曲を聴いてビリー・ジョイルを聴いてるからあのフィルターを通しちゃいけないけど。<laughs> たまにあ,のあれこうねっ健次郎 .com をですね、えー、見,見とったら関連動画にビリー・ジョイのライブも出てくるね <laughs> ええこっちあの <laughs> ほんまはあ疲れたかやっぱりいやあれは醍醐味があるよ、うん、なんかそういう思いをこ,こっちもパワーもらうでやっぱりうんなんかあの二人チャットみたいになってるけどねまあこれはこれでいいじゃないですか。 ね、あのこれが生配信という,うあれですよね。うん、でそうねこのロモやらこんなの次にねこう GR に来てねでやっぱりこの GR でこう写真撮っててすごくいまだに便利なんやけど何かしらあのこのハットとかをつ像りする時にやっぱり歪むんであのこういう感じじゃないんやけどっていく感じがあってでですね、えー、今あバリバリ使ってるんですけどね。もうこう ブログででもここれがなないとダメなんですねこのフジフィルムですねこの XE1 ですよこれねこれの3 5ミリをつけてですね単焦点ね最初は6 0ミリのマクロレンズを買ったんですけどあのすんごい遠く離れんかったら撮られへんで <laughs> <ね S 2> <laughs> まあ手ぶれもするしぶれやすいし困ったもんやなので <laughs> まあ何でかというとここもそんな明るい空間じゃないんでねあの 光が入らへんし、ね、でけどこの 35mm のこのねレンズ紙レンズじゃ,じゃない方やけどね僕はこっちのレンズの方があ小に合うてるしあの大きさがね、うん、でこれでを取りまくねこれであのおブログの写真はほとんどおこれと GR の併用でね。うん、でまあ先ほどこの 35mm もですね取っていって。 っって言って言たたらしたらし、まあ、目的としては、まあ、あの僕はあのレーザーの,ー、ね、あのブログに載せるためのレーザーのーこれ作品とかをですね、えー、撮るのはこれがね一番いいんですけどねちょっと出かける時とかあ、まああのねえー、妻とですね、えー、どっか行く,行く時にもねやっぱカメラは,はず、ね、持っていくんでその時に。 やっぱこの物撮り用のこれだけやったらねあのなんかこうなんていうのな背景がちょっとどこにいてるかが分からないような写真があの増えるよねあのこう主題がどうしてもこうね人になるんでそうしたらあのやっぱり違うレンズもいるなと思ってまあ今それでこ,でこの今この画面を撮ってるのがですね富士フィルムのですね XH1 ですよフラッグシップモデルですよ。 ね、それのレンズがですね、えー、1 8ミリっていうかう、まあまあ、ほぼほぼこの、ね、GR と画角は一緒なんですけどねちょっとあのこのすごい近いのにまあまあ広く撮れてやっぱりこ,これもいるな <laughs> と思って,てね、うん、ちょっとずつレンズが増えていくんですねよくあの俗に言う「沼」っていうやつですかね、うん、まだそれでもまだ垂れへんぐらいだ思ってるぐらいですからね、うん、沼レンズっていうかねあるじゃないですかレンズ沼。うん でまあ,あ <laughs>、ね、この 18mm35mm 18、まあ、換算 35mm 換算って言わなあかんかややこしいらしいですわ。もう、まあ、あののことはそんな詳しくいいだあの結構ねあのあの趣味っていうのもね、マイブームっていうか結構。お なんか調べ物とかするもカメラのこととかレンズのこととかあの絵作りのこととかあ見てるから多分うん今マイブームなんやろうなと思いますね制作の合間にちょっと一息つく時にはですねうんそんなことばっかりしてあとそれでですねこの XH1 ねこ,のこれやっぱりね一回持ち出しってあのうろうろしちゃうわけですよ。 やっぱこうビシバシバれるわけですこの今ねただこう,こう,いう動画気にするには非常にもったいないなという感じの使い方なんですけどただまああのいかんせんねあのいろんな資産をね現在持っている資産を使いたいのってでまあ,あのこれをですねえ使ってですねえのおかげで,ですねえもうほとんどこう据え付け状態ですからねもう毎日のようにこう配信してるから。これを あのまた外すのがまためんあの配線だらけだから外すのがまた面倒くさいけどねでこれをですねも、えー、持って、えー、出かけたらですねなかなかえ,え感じで、あのー、これとはまた違う感じでですね、えー、写真があ撮れること,いうことが分かってね、あのー、いろんなもんで結構機能機,あの機能性のことは僕もよく分かんないですよ、うんうん、でねえー、<laughs> そうやけどねこのカメラ ね、あのスマホにもこあのこのカメラとかねスマホにもこう送ったりできるんですねあのなんか w i f i 機能とから、えー、この時はないですけどねただまあ,あの急いでなんか撮らないかんとかそういう別にこうビジネスで使うってるわけじゃないからあのブログでは使うけどとかあ作品の、ね、残すんでは使うけどあのカメラマンとしては使わへんからね、うん。それででですねでまあ,あの まあここから飲まないかどうかわからないですけどね、えー、まあズームレンズもいるな思ったりであのついついの今のまた新しい相棒が <laughs> 見増えましたよこれねええー、ついついねえー、買いましたねこれ X プロ2ですね、うん、これこここここ顔隠したらいいねこれ X プロ2これがあのですね えー、ずっとね、えー、欲しかったんですね、あのーまあ、だから XH1 っていうカメラをねこう首から下げていっていかにもいう感じであとまあちょっとおすごくいいカメラなんですけど小児編わんというか小児編わんやったらい,いかな、うん、あのー、な何てやろう、ゴツっとしとまからいいんやけどねあの道具としては最高やし、えー、もう けどあの僕の中であの,ストあのパシャっていう,うあれがいいんですよ。あの音がねあの写真撮る時にパシャっていうこの何て,て言うんですかシャッター音あれのねもうこ,れこれが一番シャッター音が好きですね。この音で,でこれもですね、えーまあ、これを撮ったら次はこっちの方に移行するんでね。 でまあ、これでなんか本当はね、えー、これを持ってですね、えー、出かけたいなと思ってね京都とか結構行くんであのー、昼間だなほんならやっぱこうパッと持ち歩いてパッと撮れるような気軽な感じがねあ言ったらやっぱやっぱこの辺のおこう覗いてね撮るって感じなんですねでその僕の場合あのお この後ろの液晶は全く使わないんですよね <laughs> いや。要はファインダーいうかな、ね、こ,これでないとピントが追い込めないんですよ <laughs>。多分その年齢的なもんかもしれませんしね、うん。それがちょっと困ったことだけど、まあまあ、僕も必須なんですよね。もうファインダーをのぞいて取、えー、ると、うん。こうね。や、うんね、やっぱりこういろんやっぱぱりりんその 目的によってレンズが違うレンズがね汎用性ってないんやな思ってやっぱりある程度あるんやろうけどあのそれでカバーするけどやっぱりあのー、まあこれは一応ねあのベタなこのね標準ズームですけどまあこれ1個あったらもう全然こと足りるんやけどね僕なんかあの <laughs> 仕事で撮るわけちゃうから。でたまにその ライブとかあるじゃないですかでコン誰かの、ね、ライブハウスとかでその時に、ね、ちょっとあのカメラを、ね、撮らせてもらったりするんですけどそういう時はやっぱりこう,あのこういう、ね、いちいちこうカ,メ、ね、カメラこう、ね、ライブ中無理やから、うん、2個構えにしてねこ,うこっちとこっちで撮らなあかんしね,あの、うんねうん、ちょっと待ってね,ねこ,んなこんな感じでね今日はですねあのこうホビーなマイブームの話なんですけど、ね、これはこれでいいよね。 うん、あのー、まあこれもですね、あのーえー、作品撮りにはね撮りますし、えー、このホンマは XH1 もねバシバシ使いたいんですけどねこの配信をやってる以上ですね、えー、毎回取り外して、えー、またくっつけて取り外してくっつけていろんなこのねこのエンジェルリングってかないう、えー、かライ,ライティングとかいろんなものがカメラに、えー、くっつきまくってるんでね。えーね こんな感じです。はい、えー、ちょっとですね、えー、コメントをで、ねえー、読んでみたいと思います。あ、ワグンいいなーって、あ、うん、まあ、あのー、自分へのご褒美言い訳ないけど、まあずっと使うし、あのー、なんていうのな、やっぱり長く愛なんかこう愛着持て,て使えるもんってやっぱり大事やん。楽器もそうやし。 あのーうん、結局結局ねロモとかこれフィルムやけどず,ずっと電池さえ変えたら使えるからねこれ普通に。うん、あとおおあっ森本君ねありがとう「えー、シャッターオン大事」<laughs> そうやろあの,あのパシャっていうのねで今これ撮影してるこの XH 1はねフェザータッチみたいな感じで、ね、やっぱこう、えー、きボディ内 手ぶれ防止手がついてるからあの「ささっ」どう,言うたらいう意味だろうな「っ」っていうあの「っ」て感じの,あのお優しい感じだよね。それはそれで最初「うーん」と思ったけど使い出したら「なるほど」って感じであのええー、感じだね。あねカメラとして今こんだけあるけど今この撮影してるカメラが一番 <laughs> あのー、なんていうの いいね <laughs>、うん、で,あであと、うん、ボビーさんは好きなレンズう、うん、F 値とかありますかとかミリってえっ、ー、とね、えー、APS 換算で言う,言うた方がいいかなあのフルサイズは僕持ってないんでフルサイズ言ったら50ミリぐらいなんやろね、うん、あのこれでいうと35ミリやから、うん、50ちょいぐらいねがちょうど何ていうの 自分がこうやってこの辺とかパッと見ている画角ってあれイメージする目に入っ飛び込んでくるそれに何か近い感じがあするかな、うん、距離感というかあのよくほらこうやって構図するやんこうやってあの <laughs> そんな感じのに見えるから違和感なくイメージがつかみやすいかな、うん、でえー、っとちょっと待ってね なんか今コメントが消えたらちょっと待ってねこれ、えー、あっこっちにもちょっと今あのスマホの方があのなんか普通の画面に戻ったからはっきり言ってもスマホでもええやんっていう感じもするんですね。あの失敗カメラでいう失敗っていうのがないんよねこうあのスマホやったらね。ただまあ,あの僕の場合この容量が詰まってきたらもうあのなんか動きが悪くなるから。 ちょっと、ね、あのー、スマホでも撮るけどでなんかいろいろ撮ってみて意外にスマホが一番しっくりきたなっていうやつはし、ま、あのブログの中でもスマホの画像も使いますねはいあいろいろ僕言うてないあのあちょっと待ってよおいろいろこっちの方パソコンの方画面で見るわうん秋あもすごいいっもねもやもやもこん,ばんはって昼間やで今ハハハ いいよカメラを触り始めるとレンズ沼にはまって PC の画面とにらめっこしてしまうそうそうそう,そうなんかあのレビューのとかね動画とか見てしまうねあの、うん、ついついねでへーって思ったりしますねあのやっぱりこう僕の場合はやっぱこう目的としてはまずねえー、作品撮り。 それと、まあ、あと人を撮ったり個人的には建物とか撮るのがほんまはあ好きなよねあの、えー、ビールとかあのレトロ昭和レトロな建物とかあをね撮影するのがあ好きなんよね、うん、ついついね。うん、あとなんかあの遠くのなんかほら細かいディティールあるやん建物のおちょっとしたあでなんかこうお寺で言うたらなんかこう。 だかチクッとある、あの、ちょっとあるような、ね、この、えー、名古屋城で言ったら、木のシャチホコ的な、なんかそういうもんとか、あの、飾りとかね、あの、こう、飾ってるもんとかね。なんか、そういうふうな、もうディティールをー、見るのが好きやし、それを捉えるのが好きですね。なんかデザイン的なもんとか、あ、感性みたいなのに訴えてくるから、あの、見過ごしがちがいなとこなんやけどね。そういうところに、こう、グッとくるのね。うん。 ねええー、い,いい季節だから撮影を楽しみにしたいですねほんまやねえ、あのー、紅葉の季節やろ、うんね、秋の紅葉。で広い、えー、光学とか光学レンズでね撮ったら、あのー、いろんなものがわっと映って、あのー、主題が分かれな,いなてあのー、とりあえず記録って感じなの、ね、写真のようになるから後で見返しても思んなかったりするし。うん なんかそれやったら 35mm ぐらいであのここって決めてね、うん、あとそういう時はあマクロレンズも持って行ってですね、えー、も,うもっとこうお絞ったっていうか、あのー、ピンポイントにこれやいうやつをね、えー、探して、えー、捉えてねなんか昔 CM だったよね「撮っていいのは写真だけ」ってね「残していいのは足跡だけ」ってね、うん、そのフレーズがすごい好きでねキャッチコピーっていうか。 うん、なんか登山の雪山かなんかのな,なんかカメラの CM だと思うんだけどなんか登山家の人がああのなんかカメラを持ってねあの撮影しているようなあー CM をなんとなく思,思い出しますけどねググったら YouTube でググったら出てきたけどね、うん、なんかそういう感じで、まあ、今日はあちょっとこう趣味の、ね、マイブームな話をしました。 ねさせていただきました。お付き合いありがとうございましたね。まあ。あそうしたらですねえー。色い々こう <laughs> メッセージが色い々ろいろ来たりとかしてますけどね。うん、まあそんな感じですね、えー、これからですね。まあ、連休になるんですよね。もうもうすぐしたらね、えー、文化の日かな？文化の日文化の日ね。うん。それからそんなもあるしね。えー えー、大阪都庁塗装国都の問題も。とかいろいろ、ね、十一月のけからの盛りだくさんですからね。うん、あのー。ね、あのー、元気でね。えー、あのー、秋の紅葉をですね、楽しみながら。えー、ね、皆さんもお過ごしください。ね、レーザークラフトもね、いいですよ。ね、レーザーと。もういいし、音楽を聴くもいいし、えー。カメラでね。えー、秋を。 自分だけの秋を見つけるっていうのもね、えー、最高ですね。ねそんな感じで、えー、今日は終わらせていただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。ボビーでした。じゃあね。バイ。